カノマサウン元六十五年五月二日は、江戸時代前期に活躍した、カリノハの絵師。カノヤスノブの皇帝で、ヤスノブ没後、カリノ宗家の番当的立場となり、主家をよく支えた。晩年は、筑前藩御用絵師となり、福岡を中心に二十点余りの作品が残っている。同門に、花房一丁がいる。和田市出身で、一時的に祖父の代から、岩本姓を名乗っている。 意味名は末信、陽名は賢志郎。奏は一右衛門と名乗り、後に針震災と合した。北京。正雲の子孫が所有する家系図によると、和田これマの夜叉子だと言う。これ正の子、豪華はガモ氏ジの配下だったが、正雲の子祖家可はガモ秀行に造反し、徳川家康に参じたところ、領地を没収され、岩本町に引っ込んだ。 そのため岩本氏を名乗り、父、カブは宇都宮に移り住み、マサウンは、その三男として、同地で生まれた。14歳で、カ野ヤ信の弟子となり、21歳で我の修行を終えた。ヤ信からの信頼が厚く、京都での御用を務めることになり、同じくで活躍し、ヤ信と兄弟のように親しかった、カ野良正の志士となる。養父から、 仮の生と山城国尾原郡にある中橋家の事業地の大官職を継ぎ、江戸と京都を往復する多忙な生活を送ったという。安信が晩年目を患うと、紅葉の絵も含め代筆を任された。1680年に安信が記した画像溶決でも、後日筆記を務めた。正恩自身も、後に、正恩筆記を表している。正雲筆記は、 現在では失われ、我伝類からの引用でしか残っていないが、その言及は仮の橋梁として貴重である。死、安信が十三歳の孫、かの主神がまだ幼いので、マサウンに家督を譲ろうとすると、マサウンはこれを誇示して、主神に継がせ、その後圏役を務めた。1690年頃から350国と破格の家録で黒菓子に仕え、福岡に下る。これは 藩主、黒田綱政が、かの安信の弟子だった関係からだと考えられる。江戸でも、公用を務め、将軍家や諸大名、諸寺院のために、家事をこなした。晩年は、築前に下り、領内の寺院などに絵を残した。しかし、マサウンを名乗る時期や、北京位を何時に得たかについては分かっていない。お大寺は、清寺で、福岡市中央区の大通寺に、遠い牌がある。 この一新城の助も父の後を継ぎ絵師となったが、絵の鑑定は続けたものの魔行は廃止、和田政に服して福岡藩士となった。マサウンが得た350国の府をほぼそのまま受け継ぎ、幕末まで中級藩士として存続している。マサウンの加野中橋ハシ家での地位は高かった。安信の絵画理論の確立やカ野家組織の整備に功績があり、中橋ハシ家の番頭のような立場だった。 マサウンが、江戸の紅葉で上京できなくなると、大館は、小島海えなる者が後を継ぎ、九中五葉は、か野丹優門人の鶴沢丹山が務めた。また、小賀美公によると、マサウンの願いにより、弟子に仮の生を許可する権限は、中橋家の弟子に限定されたという、弟子に、串田久しようなど、貝原駅建造。ありがとうございます。